下北沢駅は東京都世田谷区北沢2丁目にある小田急小田原線と京王井の頭線の駅で両線の乗り換え駅である。新宿と渋谷の二大繁華街に鉄道で直結していることから当駅周辺の下北沢も下北と通称される賑やかな商業地になっている。小田急電鉄の小田原線と京王電鉄の井の頭線の二路線が乗り入れ各路線ごとに 駅番号が付与されている。京王電鉄は、井の頭南管区所属。1927年の開業時、当地は、世田谷町下北沢に位置していたことから。下北沢は、前近代の下北沢村に由来する大技で、上流の上北沢村と対比した地名。行政地名としての下北沢は現存せず、当地は、世田谷区北沢となっている。 小田急小田原線と京王井の頭線は当駅で立体交差している。京王が高架駅、小田急が地下駅となっている。小田急の地下下で生じた駅周辺の空き地は下北線路街として商業開発されている。井の頭線が以前小田急系列だった帝都電鉄により建設された路線であり、第二次世界大戦中、ともに 小田急電鉄東京急行電鉄の路線となったものが戦後になって小田急電鉄と京王帝都電鉄に分割された名残で2019年3月15日まで両社線間の連絡通路には改札口がなかった。南西口、小田急中央口、東口は小田急電鉄、京王中央口、西口は京王電鉄の管理である。 改札分離前は構内に掲示されている時刻表と運賃表は管理会社の様式となっており、構内の通路を介して、いずれの改札口でも小田急、京王両社の乗車券類が使用可能となっていた。複々線区間上にある二層構造の地下駅。地下1階が観光線ホーム、地下2階が急行線ホームで、それぞれ島式ホーム一面2線を有する。 各、ホーム及び、地上の改札外との間は、エレベーターエースカレーター、階段で連絡している。観光線は、改作工法、急行線はメガネ型シールド度工法の構造である。五条防止の観点から、地下1階には青色、地下2階には、オレンジ色の案内カラーを取り入れ、校内の案内サインや、ホームドアの帯色に使用して、区別を図っている。 町の回遊性を高めるため、2017年10月28日に、世田谷大田駅よりに南西口を新設。南口は2018年3月24日を最後に廃止され、翌25日より従来京王管轄だった北口が小田急管轄となった。2018年12月22日には東口を新設した。トイレは、 地上中央口改札内エレベーターホール付近、地下2階1.2番線ホーム、小田原方、地上東口改札外裏で、2階駅中、商業施設、下北駅上内の改札内外、各2カ所の合計4カ所に設置されており、いずれも多目的トイレを併設した、男女別の推薦式である。また、中央口エレベーターホールのトイレには、通常のトイレ及び、 多目的トイレのほか、男女共用の子供用トイレも併設されている。2019年3月16日には、小田急中央口が新設され、ノーラッチでの共同使用駅制度は、同年3月15日終電をもって終了し、k o 井、e、の頭線との共用改札から分離して、別改札となった。駅長所在駅であり、成城学園前、関区下北沢館内として、 当駅共同駅間の各駅を管理している。乗り場地上駅時代地上駅だった頃の小田急、下北沢駅のホームの配置左、新宿方面2013年3月22日までの地上時代は方向別単式ホーム2面2線を有していた。下り線ホームは上下線の間に位置する。開業当初は島式ホームであり、上りホーム跡後に設置されたものである。南口、 北口と改札外コンコーストを連絡するエレベーターが設置されていたが、改札内コンコーストホームを連絡するエスカレーターとエレベーターは設置されていなかった。地下化後の変遷2013年3月23日より地下化された。地下化の時点では、複々線完成前のため、現在の急行線ホームのみ使用しており、観光線ホーム会は暫定的に通路として供用されていた。 引き続き、小田原線の複々線化のため、観光線ホームを建設する工事が進められ、2018年3月3日の完成により、当駅は上下に葬式のホームを持つ駅となった。同日から3月16日までは、各駅停車のみが観光線、それ以外の列車が急行線を使用していたが、同年3月17日のダイヤ改正後は、現行の区分に変更された。 なお、地下下当初は、現行の急行線ホーム会が地下3階、将来の観光線ホーム会は地下2階と呼称されていたが、複々線完成時に案内表示が変更され、急行線ホーム会が地下2階、観光線ホーム会が地下1階とされた。また2018年3月17日のダイヤ改正時点では、 始発6時0時10分終電までの休行はすべて観光船ホームから発着していたが、2019年3月16日のダイヤ改正以降は急行線ホーム発着となっている。その他の特徴ホームには新宿駅と同様の発車ベルが設置されているが、通常は使用せず、各方面の終電や輸送混乱時などに使用されている。 島式ホーム一面に線を有する高架駅。ただし、吉祥寺よりは地表と同じ高さでホームのすぐ脇に踏切がある。隣の池の上駅とは0 6トル新大田駅とは0 5トルしか離れておらず、線形もほぼ直線であるため、ホーム端から隣駅が見渡せる。改札口は渋谷よりで小田急の改札と近接した中央口と、 吉祥寺寄りの西口の2箇所がある。中央口は地上階が改札フロアであり、ホームとの間には階段に加えて、エレベーター1機とエスカレーター3機が設置されている。エスカレーターは1機が上りと階段の併設、残り2機が上り降りの並列となっている。西口は地下に改札フロアがあり、ホーム及び沿道とは階段のみで連絡している。トイレは西口改札外に、 男女共用のものが中央口改札内には男女別のものに加えてバリアフリー型のものが設置されている。かつてはエスカレーターやエレベーターは設置されていなかったが小田急のホーム改良工事と合わせてコンコースの拡幅工事が行われ2015年にエレベーターが新設され2018年1月31日に階段併設の上りエスカレーター ついで同年7月8日に上り降り並列のエスカレーターが新設、強用された。なお、従来、慶応の管轄であった北口は、2018年3月25日より小田急の管轄となった。その後、2019年3月16日に小田急と改札が分離され、北口を廃止して、小田急よりに慶応中央口が新設された。 乗り場2013年度と2014年度は小田急、京王ともに大きな減少を記録した。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。最寄り停留所は、当駅から東へ直線距離で約150メートルほどの茶沢通り上にある、下北沢駅前で、小田急シティバスにより運行される以下の路線が、 発着する。当駅は、駅前のスペースが強小で駅前広場が整備されて、おらず、駅に近接する位置に自動車が乗り入れにくい構造となっているため、路線バスの停留所は、駅から離れた位置に設置せざるを得ないなど、バスタクシーなど他の公共交通との交通欠接点機能が脆弱な環境下にある。このため、所在地の世田谷区では、 小田急小田原線の地下化及び京王井の頭線の高架境界地区に合わせ、当駅において駅前広場の整備を予定している。これは地下化後の小田急の鉄道敷地跡を活用して、駅南北の一体的な歩行者の拠点となるスペースを設けるもので、商業地における希少かつ貴重な空間として、駅周辺地区の小、重空間の向上。 下北沢らしさの魅力を一層高めることを目指し、当駅周辺を広域生活拠点として整備する、旨を目的としている。整備事業は2021年度中の観光を予定している。なお、駅前からやや離れて接続する計画の補助54号線については、補助54号線。これらの反対運動については、下北沢下北沢駅周辺地区ちづくりを、 参照のこと、注釈出典、ありがとうございます。